はい、どうもこんばんは。今日はリンゴ、食後のリンゴ、後味がすっきりとして美味しいですよね。皮も食べるのでよく洗います。昔はまあこのような切り方で4等分か8等分に切っておりました。皆さんも大体このような切り方だと思います。芯の部分をこのように削ぎ取ると芯に近い部分の栄養分を捨てることになりますね。この芯の部分にも栄養分が含まれております。種は体に悪いので間違って食べない方がいいですね。まあこの切り方でももちろんいいと思うんですけども、まずこれで芯を取ります。おなじみですよね、このグッズは。切り方はこれではなくて輪切りにします。はい、なんとなく斬新的ですよね。でもこれが今流行っておりますね。輪切りにすると栄養を無駄なく食べることができますね。どうもどうもありがとうございました。